これがモンベルの枕付きと、これモンベルの伸びるっていうやつですね。フィルパワー900っていう、すごい質のいい段。お、すごい軽い。めっちゃ軽い。900g ないです。あったかそうですね、これ。はい、あ、やったかいけど、まあその、何がパルバス、何がねえかな。すっごい軽い。エベルスなんかはワンピース着るんで、これで十分なんですよ。ワンピースって何が入ると思います？めっちゃ軽い。これいいですね、このセット。いいでしょ。ああ、これいいですね。へえ。なるほど。これはなんていう、なんか種類があるんですか？ダウンハガー900の1、これ1から234って言われる。1しかない。あのダウンハガー900は1しかなくて、はい、700とか650はエクスペディション0123。これ 3ランク目の重さ、あのダウンの量でも。フィルパーは900なんで、膨らみ方がやっぱり多いんで、あの1で。あったかい、これ。すごいですね、これ。いい。あと雪がこう霜が降りてくるときは、落ちてきた霜はここに入って寝袋濡れないんですよ。へえ。ここに雪が入るんですよ、ここに。で、通常はこっちモードですか？まずこっち引いてから、平らのとこだったらもうこっちが上でいいんですけど、あの傾斜地だったらこっち上にした方が体がここで滑らない。へえ。ケースバイケース。ね、しかもあったかいんですか、これ。これすごいあったかいですよ。触ってるとね、わかるの。え、テントの中で寒いところにこれ引くと、ここで膝を乗っけただけでもゴー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 。あったかいですよね。これあと畳んだら椅子にもなるんですよ。へえ、ね、使い道がすごい。そうだ、僕のはなんかあのちょん切っちゃったんで短い。これなんか短いのもあったんですけど、私はちょっとパタパタって畳んで枕見てちょっと厚さを。はい、いや僕のもこれだったんですけど、2ブロック切って、これ足型に切ってテントシューズの中に引いてたんです短くなっちゃったんですよ。あの空気に触れて凍ったのはここにたまるから寝袋濡れないんですよ。へえ、まあ、そういう寒いところであの溶けないからどうせ濡れないんですけど、うん、いいですよ。あ、